陽明天皇河内磯長原領廃所かすが、高山古墳は、大阪府南河内軍大使町大和かすにある、古墳。形状は宝墳。磯端古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被装者は明らかでないが、区内庁により、河内磯長原領として、第31代、陽明天皇の御笹木に事情されている。春日高山古墳の航空写真国土。 交通省国土画像情報をもとに作成。大阪府南東部二条山山六の磯端において、春日集落の南西端の大地上に築造された大型方墳である。現在は区内庁事情の天皇寮として道庁の管理下にあるため、これまでに本格的な調査はなされていないが、2012年2月に学会立ち入り調査が実施されている。墳形は方形で、 南方に面する。噴球は三段畜生と推測され、東西65メートル、南北60メートル、高さ10メートルを測る。噴球周囲には空港が巡らされており、豪の外包みまで含めた古墳全長は、東西100メートル、南北90メートルにも及ぶ。噴球表面で、埋葬施設は明らかでないが、教法10年の古文書では、 横穴式石室の可能性を示唆する記述があるほか、病漁期にも、大石有の、として、巨石の露出が記される。この春日高山古墳は、古墳時代終末期の7世紀前半頃の築造と、推定される。古墳形態としては、石舞台古墳との関連が指摘される。被葬者は明らかでないが、現在は、宮内庁により、第31代。 陽明天皇の御捧ぎに事情されている。磯八世では、陽明天皇陵のほか微脱、水子、高徳天皇陵と聖徳太子母が伝わっており、これらは、梅鉢御陵と総称される。春日高山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第31代、陽明天皇の御捧ぎに事情している。陽明天皇について、日本書紀では、陽明天皇2年4月、 元一に放御し、同年七月、元二に、いわれ池上領に葬られた後、水古天皇元年、元三に、河内磯町領に改装されたとする。また、古事記では、五漁在国寸脇木上、あ千家町中味噌詐欺なりと見える。演技式書漁漁を、原四では、陽明天皇領は、遠漁の、河内磯長原領として記載され、河内国石川軍の所在で、町域は、 東西二丁、南北三丁で、主護三煙を毎年当てるとする。その後、現時元年に修法及び廃所設置が実施された後、1899年には、御在所修理が実施されている。本古墳が、陽明天皇陵であれば、天皇陵としては、最初の方形墳に位置づけられる。なお、初装置の、いわれ池上陵については明らかでないが、一説には、 奈良県桜井市、安倍付近に推定される、原点出典。ありがとうございます。